サン・ビクトルの風合ーーさん、ビクトルの風合、または、ユーグド・サン・ビクトールは、キリスト教神秘主義の神学者。ゲンベルギー、または、ドイツのザクセン地方出身。フランスのサン・ビクトル修道院、第二大院長を務め、サン・ビクトル学派の創始者となった。風合ーーは、神聖な諸学と、世俗的な諸学とをその体調の中に修正しようとした、人である。 風合の初期の著書は、神とキリストに関する早い段階の百科事典的な本である。さらに彼は何を読むべきか、いかなる順序に読むべきかを示した。それによると、書学は、理論的学、実践的学、機械学、論理学の四つの分野にまとめられ、その中でも特に研究に値する七つの学問があるという。それを三学科、四学科と呼ぶ。 この七つの学問は互いに話がたく、そのある学科を捨てて、他の学科に励むことによって、真の英知に達することはない、と主張した。彼は神秘主義と創世記について強い関心があった。この神秘主義は、例外的な啓示を与えるというよりも、自然の事物の比喩的な解釈を求めること、精神集中によって、 魂の平安を導くという実践的な目的を持つものであった。フーゴーは6日間の天地創造を信じ、これを神秘、サクラメントとみなした。また彼は、秘跡の数が30であるとした。フーゴーは、アウグスティヌスの釈技の影響を受けていた。彼のアウグスティヌス主義は、後に、デカルトが主張したものと類似した結論に導かれる。彼は、我々は、 我々が存在することを知らないということはできないということを出発点として次のように論理を進める。我々は常に存在していたのではなく、我々には初めがあることを知っている。それゆえ、我々の存在の第一の作り主たる神が必要である。と、後継者としてサン・ビクトルのリカルデュスがいる。またペトルス・ロンバルデュスにも多大の感化を与えたという。 彼の文章は、死後に、多くの書物で引用されることになった。他、AB、符号から言葉ンク、エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデルレ書店、1953年、113P。エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデルレ書店、1953年、114P。エティエンヌ・ジルソン、中世哲学史、エンデルレ書店。 1953年、117P。d a v ハルナック、競技士公用、串間知恵。1997年、P.243。ありがとうございます。